またメーラシリル・ラマポーザは南アフリカ共和国の政治家、実業家、大統領、アフリカ民族会議議長である、副大統領、2020年度アフリカ連合議長、国民議会議員などを歴任した、ヨハネスブルグのソエトに生まれる。父のサミュエルは警察官で母のエルドマスとの間の第二子である。ソエトのチリッチ小学校とセカノントアン中学校に通学した。 南アフリカ北東部に位置するバントゥースタンであるベンダ共和国バ佐のムパプリ高校に入学し、1971年、学生キリスト教運動の代表に選出された。高校卒業後、1972年にリンポポ州の北部大学法学部に入学。大学在学中、学生運動に関わり、南アフリカ学生機構と黒人条約に参加した。 1974年、テロリズム法違反容疑で逮捕され、11ヶ月間独房に、拘禁された。1976年、ソエト放棄を受けて、再び逮捕、拘束され、6ヶ月間拘禁された。釈放後、ヨハネスブルグの弁護士事務所に、法律事務職で採用され、1981年に、南アフリカ大学法学部を卒業した。 在学中に弁護士資格を取得し大学卒業後、南アフリカ労働組合協議会に、法務部門のアドバイザーとして参加。1982年、鉱山労働者の労働組合、全国鉱山労働者連合を発足させ、第一初期に就任した。しかしラマポーザは、地元の治安判事によって禁止されていたナマクゲールでの会議を組織、または計画した容疑で、 レボワで逮捕された。ラマポーザが指導者としての間に、組合委員は1982年の6000人から1992年には30万人に増加し、南アフリカの鉱山業において、黒人労働力全体の半分近くが加入するまでに成長した。1985年、クースサを拡充した南アフリカ労働組合会議を結成し、結成大会で、 基調講演を行ったコサーーーートはアフリカ民族会議に参画しピータターウィレムボータ率いる国民党政府に対する反アバルトヘイト運動である統一民主戦線と協力した政治運動であると大衆民主運動を主導した。1990年国民党政府は政治衆を釈放されした。ラマポーザはネルソン・マンデラの釈放と国内での歓迎集会の 開催を調整した。1991年には、ラマポーザは ANC 事務総長に選出され、また、スタンフォード大学の客員教授に就任した。事務総長に就任後、国民党政府とアパルトヘイト集結に向けて、ANC の交渉責任者となり、平和的なアパルトヘイト廃止に向けて交渉力を発揮した。1994年の総選挙で国民議会議員に当選し、 憲法制定会議の議長に選出され、マンデラの側近として国民統一政府の中心人物として活躍した。マンデラは次期大統領にラマポーザを考えていたが、1997年の ANC 議長選挙で副大統領のタボムべきに敗れたことから公的役職をすべて辞任した。百九十七年、投資企業であるニューアフリカインベストメンツリミテッドの 取締役に就任を皮切りに、多国籍通信企業の m t n グループ、取締役会長、論民取締役など南アフリカの代表的な経営者として活動し64億ランドに上る資産を形成した。ANC の全国執行委員会委員としての活動は継続し、2012年に実施した ANC の副議長選挙に出馬し、大統領で ANC 議長のジェイコブズマの指示を得て、ムプマランガス元首相のマシューズ補サや、ハウテンス元首相の東京セックスウェールを抑え、選出された。2014年5月、ズマの大統領再選に伴い、副大統領に就任した。憲法の規定に基づき国民議会に対する政府代表に任命されるとともに、翌6月には国家計画委員会委員長に任命された。 2017年、ANC 議長選挙に出馬し、出身母体であるコサートゥー、ナムなどの労働組合や、北ケープ、東ケープ、ハウテン州の統治法組織や、反ズマ派の統有力者の支援を受け、ズマ大統領の元ズマである、ヌコサザナドラミニズマを破り、ANC 議長に選出された。2018年2月、汚職容疑の高まりを受けて ANC より、 辞職勧告を受けていた妻が大統領を辞任した。2月15日に国民議会はラマポーザを大統領に選出した。ありがとうございます。